まあ、素直に12人に選ばれて嬉しいなという気持ちと、まあ、ここに立ちたくても立てなかったプレイヤーの分も、まあ、頑張らなきゃいけないという気持ち、あとは日本のためにしっかりとプレーしなきゃいけないという責任と自覚が、はい、今感じています。私もあのメンバーに選ばれてすごい嬉しいですし、あの今言ったようにその12名に選べなかった選手の分までしっかり戦っていきたいなという気持ちでいます。まあ、率直に明るいかなって思ってて、まあ、東京とメンバーはあんまり変わってないんですけど、なんかさらになんか若くなった感じがするというか、なんか若いなって、そのテンション感が若いなって感じます。そうですね、まあ、若くなったっていうのもあると思うし、その勢いのある選手が多いなっていうのは感じてます。はい、やっぱり自分の役割はスリッパーだと思うので、まあ、ずっと長い間試合に出るっていうことは多分恩塚さんのバスケットではないと思うんですけど、まあ、その自分が出た時間帯でしっかりとインパクトを残すこと、まあ、ディフェンスとリバウンドはもちろんなんですけど、それに加えてスリーポイントっていうところでチームに貢献できたらなって。自分の役割は、まずは、相手のガードをしっかり潰せるように嫌がるディフェンスをすることと、あとは、オフェンスで、速いトランジションとバスケットにしっかりつなげられるようにやっていきたいし、やっぱりシュートの上手い選手が多いので、しっかりクリエイトしてゲームマネジメントできるようにやっていきたいなと思います。やっぱり松田選手はもうパスセンスがピカイチだと思ってるんで、本当V さんが、松田選手がコートに入るとテンポが変わる、やっぱそれが松田選手の特徴でもあり、いいところだと思うので、まあ、自分たちもその松田選手の速さについていけるように頑張りますし、松田選手にはそれを期待したいなっていうふうに思います。まあ、私は、まあ、スリーポイントのところが、まあ、宮田の選手の武器だと思うので、あそこはもう積極的に打って、どんどん打っていってほしいなっていう気持ちでいます。残り1ヶ月1ヶ月切りました1ヶ月、はい、ちょうど1ヶ月ぐらい1ヶ月切ったので、本当でもこれからまだまだできる部分っていうのはあると思うので、まあ、しっかり自分の役割をしながら、もっともっとチームとして完成度の高いチームになれるように、一日一日を達成して、はい、決めた目指して頑張っていきたいです。まあ、自分はまだまだそのできてない部分、課題っていうのがあるので、まあ、そこを残りの1ヶ月でしっかりクリアして、いいパフォーマンスで、チームの金メダルっていう目標に、貢献できるように全力で頑張っていきたいなと思います。なんかチームでよくピカチュウって言ってるんですけど、ピカチュウの電光石火がピカーって進む、なんか他の人とそのエンジンのかかり方というか違うんですよね。なんか実際に多分ついてみたら分かると思うんですけど、なんか消えるんですよ、そのマッチアップとかしてて。だから本当にスピードは全然違うと思いますし、パスセンスがもうドンピシャでパスが来るんで、本当にシューターとしては打ちやすいボールの、そうね、ちょっと何て言うんでしたっけ、メールシーン、はい、それがもう揃ってくるんで、自分の好きなタイミング、好きなパスの強さ、場所に来るんで、本当に自分としてはやりやすいですし、多分みんなも感じてることだと思います。ピカチュウと言われてますよピカチュウと言われてますよ勝手に言ってる、私が言ってるだけなんですけど、ピカチュウと表現されてますが、そのスピードについて何か今までスピードを上げるための努力とか何かさ聞いたことありますか？スピードを上げるための恥ずかしいみたいに何ですかね、まあ、トレーニングすること、まあその自分自身すごいスピードがあるって自分では思ってないので、そのまあ緩急の使い方っていうのを練
習はしたりします。スリーポイントってやっぱ相手も分かってるんで、シューターっていうのは。そうやってなった時に本当あの時は何もできなかった。でも今は富士通で3年間やって、まあ、少しスリーポイント以外の部分でのプレーの幅が広がったのかなって思ってて、そこが東京とは違うところなのかなっていうふうに思ってます。プレーの幅っていうとどういった幅が、ドライブだとか、ポストアウトっていうインサイドのプレーとかが、はい、自分の幅は広がったかなっていうふうに感じてます。私はその、まあ、東京オリンピックでシュートのアウトサイドのところでやっぱり離されてしまったりとかっていうシーンがあったので、まあ、それでやっぱチームに迷惑してしまったところもあるので、まあ、そこで、シュートフォームを変えてみたりとか、ちょっと、まあ、パリに向けてっていうよりは、まあ、自分自身の課題ではあったので、まあ、そこで、まあ、今シーズン富士通で確率どうこうっていうよりは本数、打つ本数を増やしたっていうところは少し、意識してやってたかなと思います。